日本人ってアジアをバカにしすぎだよね。東証はね、もっとアジアに目を向けるべきですよ、ね。アジアの何？アジアって、まあ、こう言ったら何なんだけど、ろくな株式市場ない、うん、まだインフラが十分整ってないかもしれない、ね。だけど今ものすごいエマージングなわけですよ、みんな、うん、でいい会社いっぱい出てきてるんだけど、うん、みんなナスダック行っちゃうじゃない、うん、だけどやっぱ地理的にも近いし、東証も割と彼らからすると魅力的な市場に移ってるんですよ。確かに、まあ、そこそこ流動性もありますし、ね、そこそこ流動性もあるし、スモールキャップもね結構充実してるし、割といい株式市場なんですよ。 あと何より日本人がすごいお金持ってるので、うん、今インド株投資とかすごく売れてますから、結構買ってくれる人たちが結構いるかもしれないし、ね、そうなんですよ、買ってくれる人たちもいるし、そういう意味で言うともっとアジア株を上場させた方がいいんじゃないかと僕は個人的に思う。これも前から言ってるんですけど、はい、本当全然見てないなと思って、うん、日本人ってアジアをバカにしすぎだよね。スポーツビジネスとかでもそうだけど、見てますけど全然ヨーロッパとかに全部やられちゃってますからね、うん、でもなんだかんだ言って東証はすごいマーケットですよ。